はい。じゃあ行きます。ラブレター。男は手紙を書くのが好きでした。スマートフォンじゃ伝わらない何かが伝わる気がして。毎日、毎日手紙を書きました。好きなあの子のことを思って。彼が好きだったのは、マノ・エリナ、アイドル。当時、彼女のファンは、マノちゃんフレンド、マノフレと呼ばれていました。つまり、男もそう、マノフレでした。丸月バツ日マノちゃんへ、お元気ですか？僕は君がいる限りいつも元気です。今日のコンサート可愛かったよ。丸月丸日マノちゃんへ。お元気ですか？僕は君がいる限りいつも元気です。今日のラジオとても可愛かったよ。次の日もまた次の日も可愛かったよ、可愛かったよ。手紙はいつも同じ書き出し、いつも同じ終わり方でした。しかし、彼がこうなるのも、無理はありません。実はマノちゃん、歌もダンスもいまいち、とてもうまいとは言えませんでした。そこを誰にも負けぬルックスと愛嬌でカバーしていたのです。つまり、かわいい以外、言葉にしにくい存在でありました。あの子は顔だけだね。他はダメ。事務所が推してるだけだよ。心ないオタクたちの噂。マノちゃんはそれだけじゃない。マノちゃんはそれだけじゃない。やる方ない気持ちでマノフレは毎日手紙をしたため続けます。けれどやっぱり、可愛いとしか書けないでいるのでした。そんなある日、ネット動画を漁っていると、マノちゃんと同じハロプロに所属する新グループスマイレージの姿がありました。そこではメンバーそれぞれが尊敬する先輩を言い合っております。中西、お前誰尊敬するね？司会のつんくが聞きます。マノエリナさんです。え？誰やで？マノエリナさんです。ほー、ええがな。なかなかのファンキーちゃんやな。こんな子いたのか。マノフレは嬉しく思いました。マノちゃんへ、君のこと尊敬するという子がスマイレージにいましたよ。その日の手紙はそういう書き出しで始まりました。中西かなちゃんです。知っていますか？とっても素朴でいい子だったよ。こうしてマノフレは中西かなにも注目するようになります。見てみるとこの子もなかなかどうしてどんくさい。歌やダンスに苦戦してグループで悪目立ちしておりました。大丈夫かな？マノフレも心配でなりません。マノちゃんへ、中西かなちゃんには会いましたか？どうか彼女を元気づけてあげてください。きっとたくさん悩みを抱えていると思います。なんだか二人はとても話が合いそうな気がするんだ。それからしばらくして、仕事終わりの電車の中、何気なく見ていた中西かなのブログに、マノエリナの文字を見つけます。なんとそこには二人が食事に行ったと書かれてありました。マノちゃんの方が声をかけてくれて、誘ってくれたのだと。これは、不意をつかれ、スマホを持つ手が震えます。
まさか私が手紙に書いたから？いやいや、偶然偶然、たまたまでしょ。マノフレ、なんとか冷静になろうとしてしたものの、湧き上がる高揚感は抑えられませんでした。まさか、まさか、まさか、そうそう、そんな。そして、月日は流れ。マノエリナさんはアイドルを辞め、立派な女優に成長しました。中西香菜ちゃんもキャリアを重ね、アンジュルムで活躍しております。二人は今やすっかり大の仲良しで、公私ともに何でも話せる関係のようです。そうそう、例のマノフレはと言いますと、今日も手紙を書いています。手紙はいいものです。スマートフォンでは伝わらない思いがあると思うのです。おしまい。さあ、さあどうでしたか。さあもう長いよこれ。これはやっぱ。長いよ。実話だからね。これはね。そうですね。やっぱいい話ですよね。いつ見ても。いい話ですね。うん、いい話。だから僕この話してるからいい、やっぱ中西かなをちょっとバカにできないとかあるんですよね、僕らは。気になっちゃう。そうですね。うん、気になっちゃう。だからやっぱ今度2月の何日でしたっけ、10何日でしたっけ、うん、下北沢でまた イベントやるみたいですけども。誰がですか。はい。中西かなちゃんがですよ。一人で。うん、何そうですよ。また古着とか売るんかな。古着とか売るんかな。まあそんな感じやと思うけど。うん、これは素晴らしいですね、本当にね。ああ、素晴らしい。まあ実話ですからね。この話をだから提供してくれた人が素晴らしいのよ。そうそう、そういうことです。うんうん、なんか全然そう言われるとなんか全然嬉しくないけど。トリコさんがまた500円いただきまして、うん、ありがとうございます、はい、すいません、ちょっとこれ後で読みましょう、本当にもうね。あとノイさんがまたプラス320いただきまして、はいはい、はい、ありがとうございます。ウルランバラさんが女オタさんに推奨ということでこれ800円いただいております。ああ、これね、そうですね、女オタホイホイですねこれはね、これだから本人に出てほしいねんな、はい、このさっきの A の人に、この原作を提供してくださった方にね、出てほしいんやけど、テレアさんやし、そうテレアさん、確かにテレアし、すごいテレアさん、遠いとこ住んではるから、うん、そうね、うん、そうですね、長寿、うん、さんも、ね、それはあります。長寿さんも500ありがとうございましたという。あら、ありがとうございます。本当にもう、いやいや、すいませんね。本当にもう、ありがとうございます。だから、山田さん、やっぱちょっと、オタクのいい話を、こういう感じでもうこれ、3、4作欲しいですよね。こういう話が。ああ、そうですか。オタクの話をですか。オタクのいい話じゃん、これで。その山田さん、オタクのいい話ですよ。山田さんの元気もええけどやな、やっぱ。やっぱこういう話いいなって、だってラジオやで、ラジオにハガキやで、ほんま、いつの時代やねん。そうそう、ウルランバラさん、一杯のかけそばを思い出すって。どんだけ古いね。そうやねん、これそういう雰囲気あんねん、これいいんですよ、この神芝居、本当にね、素晴らしい。いやいや、どうですか。いやいや、山田さん、じゃあ、はい、お疲れ様でございました、紙芝居ね。いやー、はいはいはい。続々と今、はい、投げ銭が今、続々と入ってま、ね、あ、本当ですか。ありがとうございます。でも、そのね、あれ、今、その、あれ、また話、伸びるようであれですけど、うん、そのね、ぜひそう、なんか、僕もこんなええ話持ってますねみたいな人は、うん、いくらでも言うてくれたら、そうやね、言ってほしい。それ、紙芝居にして、オタクのね、お宅にまつわる話を
なんかあるでしょ、やっぱ皆さんもそのオタクを長いことやってはる人が多いんでしょうから、うん、やっぱその個人的なことでいいんですよ。だってこの人のやつだって別にこの人が紙芝居にしてくださいっつって話したわけじゃなくて、たまたま飲んでた時にそんな話をしてくれて、おそれめっちゃいい話じゃないですかってなった、うん、なったわけですよ、うん、だから別に本人がそんな別に人に言うほどの話でもないって思ってたとしても、意外と聞いたらそれいいと思いますよってなる可能性が全然あるから、だからもう話して、なんかこんなんあるんですって人はもう、あのハロプロとおじさんのやつに送ってくださいよ。あのメールくれたら、その、撮影、じゃあ次撮影ここでやるから、ちょっと見ませんか、みたいな、お話聞かせてくれませんか、みたいな、ね。ファンキンラタさん。これは、ファンキンラタって呼ぶんだよ。これはすごい、まとも。というか最近のやつ適当すぎないっすか、うん、絵の枚数も全然違うし、そやな。いやいや、でもね、これはちょっと真面目なことを言わせてもらっていいですか、ここで。ありがとうございます。